東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ11回戦の模様をお送りしてまいります。ジャイアンツの先発は左のメルセデス、対するベイスターズの先発は右のドモ、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左のメルセデス、これが8試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは梶谷。第9ボール、第2球投げました。スライダーはストライク。ジャイアンツ、ここは引っ張りに警戒します。投げました、打ちました、ファウルボール。さあ、4球目打った、抜けた。勝ち取り、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、ストライクになった。ボールを2塁、盗塁を許します。勝ち取り、今シーズン15個目の盗塁を決めています。第2球投げた、打ったに当たりだ。1、2塁間ライナー破っていった。千早、ナイスバッティングです。ジャイアンツ、なおもピンチが続きます。まずは1塁牽制、タッチセーフ。投げた、変化球ストライク、インハイへ。タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、セカンドの右、ゲッツーコースだ。2塁フォースアウト。ベイスターズ、まずは1点先制、1対0。背番号55、第9投げた、これは上がりすぎたか。センター前進、落下点で構えます。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。右のドモ、これが8試合目の登板。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターはトマリ、ボール。まずは低め。さあ、次の投球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番吉川。第9決まった、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。バッター追い込まれました。さあ、4球目ボール。投球これから5球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げました、膝元へズバッと決まって、見逃し三振。第9投げました、まっすぐ見送ってストライク。いきなり155キロ。第2球打ちました、有原掴んで、これで3アウトになります。どうも、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは佐野。第9ストライク、1球目ストライクから投げました、危ない球。第3球を投げた、スライダー見送ってストライク。追い込んでから第4球を投げた、打った。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番立花。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、空振り。次が5球目、流し打ち、どうだ、取りました。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番オースティ。オースティ背番号23。第9投げました。スライダー見送ってストライク。初球ストライクから投げました。アウトコース高めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。1球外してボール。投げた、インコース引っ張った、三塁線。いい当たりですが左に切れていきます。投げた、インコース引っ張った、ファール。さあ6球目ボール。第7球はボール、インハイへ。投げた、打ちに切れ込むスライダー、空振り三振。メルセデス粘られましたが最後は空振り三振に仕留めました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏1点を追いかけますジャイアンツの攻撃。先頭バッターは岡本。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、アウトコース空振り、伸びのあるストレート。第4球を投げました、高めボール球打った、千早バックしていった、センター前のヒットになります。岡本いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9投げました、ストライク。いきなり155キロ。1球目空振りから流し打ち、ファーストへ力のないライナーです。第9変化球はボール、まずは外角低め。第2球投げました、初球空振り。第3球を投げました、打った、これは強烈、入れば逆転だ。さらに伸びて見送った、ホームラン。第4号逆転ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。今の逆転のシーンリプレイでご覧ください。バッターは平際の魔術師マル。第9投げた、ストレートはボール。投球これから2球目、ファルチップ振っていきましたがかすっただけ。第3球を投げた、見送ってストライク。さあ4球目打ちました、レフトの前ワンバウンドヒット、丸ナイスバッティングです。バッターは8番若林。第9投げた、ボール、まずはインコース低め。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、決まってストライク。投げました、外れた、ボール。さあ5球目1塁ランナー走った、タッチはアウト、盗塁失敗。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第6球を投げました、高めボール球打った、ファースト前方のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。2回が終了しまして2対1、ジャイアンツ1点リードに変わっています。3回の表1点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回の先頭バッターは神里。初球から打ってった、三遊間へのゴロ、破ってった、神里いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9神里スタート、これはストライク、キャッチャー盗塁を許します。神里今シーズン2個目の盗塁を決めています。第2球バントしました、ボールを掴んだ、一塁送球アウト、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、スライダーボール。
まずはアウトロー。第2球投げました。決まってストライク。投球はこれから3球目。危ない球。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。もう一度二塁牽制球です。二塁タッチはセーフ。投げました。打ちました。いい当たり、入れば逆転だ。ダイレクトフェンスに当たった。センターからセカンドへ。ジャイアンツ追いつかれました。2対2。梶谷タイムリーツーベースヒット。ジャイアンツなおもピンチが続きます。ワンアウトランナー二塁という場面で千早。第9投げた。変化球見送ってストライク。投球これから2球目。見送ってストライク。追い込んで投げた。危ない球。第4球を投げた。打ったいい当たりだ。ライナー破った。レフト前クリーンヒット。千早ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げた。アウトコース低め、ボール。第2球ランナースタート。投球ストライク。キャッチャー送球セーフ。二塁はセーフ。ランナーを二塁に進める。打った。これは犠牲フライになるか。掴みました。ボールは中継。ホームイン。ジャイアンツリードを奪われました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは4番トドロキ。第1打席はセンターフライに倒れています。第9変化球ストライク低め。さあ次の投球、危ない球。投球は3球目。投げた。打った。ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。メルセデス最後はバックに助けられました。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーメルセデス。投げました。危ない球。さあ次の投球、投げました。外角高め、空振り。伸びのあるストレート。投げました。外角高めの直球はボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。見送ってストライク。伸びのあるストレート。投球はこれから6球目。変化球空振り三振。低めの変化球にやられました。打順は1番に帰って止まる。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた。打ちました。ファールボール。投球は3球目。投げた。打った。流し打ち。ヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。止まる。ツーベース。これで2打数の1安打。バッターは2番吉川。ネクストバッターサークルに控えているのは結城。肩越しにランナー見た。投げた。打った。痛烈な当たり。取りました。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。第9ボール。まずはアウトコース。第2球投げた。打ちました。ファール。第3球はストレートはボール。次が4球目。投げた。打った。追い込んでから第5球打ちました。いい当たり。レフト前クリーンヒット。ゆうき、いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第2球ボール。第3球を投げました。ボール。アウトコース高め。次
次が4球目。投げました、打ちました、ファールボール。さあ投球は5球目。流し打ち、どうだ、抜いていった、ライトからサードへ。ジャイアンツ同点。岡本タイムリーヒット。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。ジャイアンツやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。さあ先ほどの同点の場面です。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、佐藤、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第1球投げました、初球打った、グラブ弾いた、千早今拾った、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。序盤終了しまして3対3、ジャイアンツこの回1点返して同点としています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは佐野。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、メルセデス、ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球ボール。投げた、3球目ストライク。次が4球目。投げた、危ない球。さあ5球目、外れました、フォアボールです。バッターは7番オースティン。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、キャッチャーの頭上掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。初球空振りから第2球決まった、ストライク。もう追い込んでいます。第3球は打った、左中間のフライ、レフト前に出る、取りました。これで3アウト、一塁ランナー立花残塁に終わりました。4回の表が終わって3対3です。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。今日2打点を挙げています。打った、バットが折れた、有原掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。バッター平際の魔術師丸。第9打ちました、初球打ち、打球はレフトへ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。ボールが点々と転がっている、丸ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは8番若林。第1打席はファーストフライに倒れています。第9投げた、ストライク、いきなり154キロ。さあ次の投球、丸走った、二塁送球はどうだ、タッチアウト、盗塁失敗。これでランナーがなくなってしまいました。第3球を投げました、打った。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、フォーク、空振り三振、低めの変化球にやられました。4回の裏が終わりまして3対3、同点です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、どうも。投げました、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げた、ストレート空振り、タイミング合いません。次が5球目、スライダー、見逃し三振。打順はトップに帰って梶谷。第9
初球カーブは空振り、少し迷ったか。投球これから2球目、ボール。第3球は見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた、打ちました、レフトへのフライになった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは浜のスイッチヒッター千早。第9、外角高め外れてボール。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、アウトロー空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファウル。第5球投げました、打ったに当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。千早、いいバッティングを見せました。千早、これで今シーズン7度目の猛打賞となります。右バッターボックスは3番有原、今日はセカンドへの併殺打とセンターへの犠牲フライ、初球を打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後はいい守りを見せてくれました。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーメルセデス。さあ次の投球、投げました、決まった、ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、これは内野へのフライだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って止まる、外角低め、直球は外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、低めいっぱい、見逃し三振。バッターは2番吉川、今日は三振とセンターフライ、投げた、初球決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、真ん中にストライク。さあ4球目、ストレートはボール。第5球投げた、流し打ち、ファール。第6球は打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投げました、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。最後は空振り三振に倒れました。前半が終わりまして3対3です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは轟、今日はセンターフライとショートゴロ。第9球ボール、まずは外角。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球低めの球、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、内角高め、見逃し三振。バッターは5番佐野、今日はレフトフライとピッチャーゴロ。投げました、初球を打った吉川、交代、左中間へのヒット、佐野ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番立花、今日はサードライナーとフォアボール、タッチはセーフ。第9ストライク、1球目空振りから、第2球変化球ストライク、インローへ。投球はこれから3球目、1つ外したボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、取りました、ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、ストライク、
まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット。オースティン、いいバッティングを見せました。ジャイアンツピンチを迎えます。左バッターボックスは8番上里。ジャイアンツ一打負け越しのピンチを迎えています。第2球投げた、見送ってボール。投球はこれから3球目、インコース低め、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました、センター前進してくる、掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。メルセデス、2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって3対3です。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは勇気、投げた、ボール。さあ次の投球、投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、オースティン、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスは4番岡本、今日3打席目。第9投げました、ボール。第2球投げました、インコース見送ってストライク、伸びのあるストレート、投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、トドロキ、ボールを掴んだ、一塁へ送る、あーっと送球それた、タッチはアウト、これで2アウト。バッターは5番佐藤、今日はファーストライナーとセカンドゴロ。第9球初球外れてボール、投げた、高め際どい、ボール。第3球を投げた、フォークボール見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、ファウルボール。投球これから5球目、打った、ピッチャーの頭上フラフラっと上がっている、取って、これで3アウト、チェンジ。ジャイアンツクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。6回の裏が終わりまして3対3です。メルセデス降板、ベテラン大竹、これが23試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った、いい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、ピット、宮崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。大竹結局アウトを一つも取れずに降板。マウンド上は切れ味抜群の変化球投手高梨、これが14試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球投げました、外れた、ボール。投球はこれから3球目、決まった、ストライク。投げました、高めボール球打った、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、ファウルグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。高梨降板、左の田口今日4番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは2番千早、今日は3安打猛打賞。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、見送ってボール。
第2球投げた、縦のスライダーボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、レフト方向へ持っていきました、取りました、これで3アウト。一塁ランナー宮崎残塁に終わりました。7回の表が終わって3対3です。どうも降板、ここでマウンドに上がったのは今永、これが12試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、直球ストライク、内角高め、初球空振りから第2球ストライク、かすっただけになりました。投球はこれから3球目、150キロ直球、空振り三振、全くタイミングが合いません。第9投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球見送ってボール。投球は3球目、投げました、バッターの足元、第4球を投げました、空振り、148キロストレート。第5球投げました、打ちました、ハードグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番若林、今日はファーストフライと三振、投げました。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、ストレートはボール。第5球投げた、外角低め、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。ジャイアンツ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。7回までが終了しまして3対8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは轟。第9投げた、外角ボール。投げました、打ちました、痛烈、入れば勝ち越した、打球はそのままライトを見上げた、ホームラン、第14号ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。チームメートが迎えます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。バッターは5番佐野。第9投げました、ボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、セカンド左へのゴロ、吉川取った、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番立花、これが4度目のバッターボックス。投げました、直球ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ、勇気、そのままベースを踏んで2アウト。右バッターボックスは7番オースティン、今日4度目のバッターボックス。投げた、初球はストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、縦のスライダー、ボール。さあ4球目、打った、少し詰まっているか、セカンド前方のフライになりました。吉川落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって4対3、ジャイアンツ1点をリードされています。今永降板、マウンド上はエスコバー、これが12試合目の登板、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げました、危ない球。第2球投げました、2球目ストライク。
第3球を投げました。ボール。次が4球目、投げました。打った。ファウルグラウンド、キャッチしています。打順は1番に帰って止まる。第1球投げました。初球スライダー、空振り。少し迷ったか。第2球投げた。これもしかし空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。打ったに当たりだ。入れば同点だ。ライトバックしていった。ヒットになります。止まる、ツーベースヒット。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは吉川。この後に控えているのは結城。第2球投げた。アウトロー、際どい球、ボール。投球は3球目、投げた。ストライク。次は4球目、投げた。スライダー、ボール。セカンド牽制球です。2塁タッチ、セーフ。もう一回セカンドへ牽制球。投球これから5球目。打った、痛烈な当たり、破った。止まる、一気にホームへ。ボールは中継。ジャイアンツゲームを振り出しに戻しました。4対4。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁という場面で結城。ネクストバッターサークルには岡本。タッチはセーフ。二塁はセーフ。初球から打ってた一二塁間の当たり、エスコバー取ってアウト。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。打ちました。掴んで、これで3アウトになります。エスコバー見事に流れを断ち切りました。ベイスターズ流れを引き寄せにかかります。田口降板、左の中川、これが21試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。打ちました。初球打ち、ライトへの打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは倉本。第1球投げました。スラーバー、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。打った、ライト前ヒット。倉本、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。打順はトップに帰って梶谷。今日はここまで4打数2安打。外れた、ボール。投球これから2球目。打ちました。若林、ボールを取る。二塁へ送る。セカンド、フォースアウト。アウト、ゲッツー。スリーアウト、チェンジ。さあ、リプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。9回の表が終わって4対4です。エスコバー降板、マウンド上ピッチャーは石田。これが12試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球ボール。第2球見送ってストライク。投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。次が4球目。投げました。アウトコースいっぱい、見逃し三振。第1球投げた、見送ってボール。第2球ストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、アウトロー。外れてボール。
第5球。投げた。打った。ファール。第6球を。投げた。打ちました。驚き。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは平際の魔術師丸。第9球。初球決まってストライク。第2球。危ない球。投球はこれから3球目。ボール。次は4球目。投げました。ボール。投球これから5球目。直球に送ってストライク。第6球を投げました。打ちました。有原掴んだ。ショートから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ結局三者凡退、無得点に終わっています。9回まで終了しまして4対4です。中川降板、右のデラロサ、これが17試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。初球を打ちました。アルボー。第2球投げました。見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。追い込んで投げました。打ちました。いい当たり。一塁送球アウト。千早、いい当たりでしたがセカンド正面。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番有原、今日5度目のバッターボックス。さあ次の投球。投げた。ストライク。第3球直球ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。打った。有原ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番トドロキ、今日はホームランを打っています。第9球投げた。アウトコース高め。ボール。第2球投げた。決まってストライク。第3球を投げた。ボール。次が4球目。投げました。打ちました。これはいい当たり。入れば勝ち越した。伸びた。伸びに見上げた。ホームラン。第15号ツーランホームラン。2打席連発。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは5番佐野。第1球投げました。初球見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。打ったい当たりだ。飛びつけ。二遊間ライナー破った。佐野いいバッティングを見せました。バッターは6番立花。これが5度目のバッターボックス。第2球打ちました。打球はセカンドの左。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日3回目の併殺でこの回を終えました。10回の表が終了して6対4です。石田降板、そしてマウンド上はクローザー三島。これが18試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました。初球はストライク。いきなり155キロ。投球これから2球目。外角高め際どい球。ボール。投球は3球目。投げました。まっすぐ空振り。タイミング合いません。第4球を投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9ボール。
2球。打ちました。ライトの前、ワンバウンドヒット。ウィーラー、ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って、止まれ、投げた、モール。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、決まってストライク。投球これから4球目、外角高め、ボール。第5球、投げた、打ちました。有原、下がっていった、掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは2番吉川。今日はここまで4打数1安打2三振。第2球、投げました、またも空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球はインロー際どい球、ボール。第4球を投げました、155キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。ジャイアンツ敗れました。さて本日のヒーローはジョドロキ。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対4、ジャイアンツ2点差で敗れました。勝利投手は石田、敗戦投手はデラノサ、そして西武は三島。ジャイアンツ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでの巻き返しに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。